はい、半魔家の本家の半魔妖先生です。どうもね、今日はね、いい天気ですね。最高です。で、還暦にも10月17日でなりまして、まずは一安心ということでね。で、まず、人間の上の能力者なんですからね、本物の貴族、地球上では本物の貴族は私しか存在しません。で、半魔家の王様です。で、人間の定義なんだけども、人間というのはとにかく完全なる今日肉食生物ということだね。私と全然違うということですね。今日肉食っていうのは、道具を使ってね、肉を取りに行くという、肉を食べるというものですね。ライオンは単なる肉食動物ですね。肉食生物ですね。ということね、よく知っていただきたい。でね、人間のその特徴なんだけども、人間の特徴ですね。人間というのは、その団体でとにかく生きるっていう性質ですね。それで私がね、進めてるんだけども、人間はまだその野蛮な生物なんでね、今日肉食生物としてしか生きられないんだけれども、それでね、私はどうしてるかというと、考えたり、仕事でも難しい仕事はできないんですよ。だから団体で難しい、いい仕事をやらさないと、何も仕事できないんですよね。で、一つのことの発明系統だったら、それに対しては人間全員でやっていかないと進めないんで、それをばっかしやってよく発展させていくというような。で、今そういうことに進めさせてますけどね。だから他の仕事はやってないんだけども、しかし何もできないんでね。で、今良かったのはサンデープリンターですね。サンディープリンターがあるといろんなものが作れると。で、ね、ダウンロードすればいいものを設計してダウンロードすれば、そのまま印刷でものが作れるとかね。そういうのが流行ってきたんで、で、これはね、流行らしたのは僕が流行らし、無理やり流行ら、は、あの、強制的に流行らせたんですね。で、これやんなければ、全体の取り仕切りはしないと全くマイナスに働きます。人間は単なる今日肉食生物ですからね。で、人間はな、また宇宙生物のそういう今日肉食生物とくっつきますから、一緒にな、働きます。で、人間たちは話したり聞いたりするのは700年後にしかわからないんで、ね、テレパシーで仲間と頭、ね、合わせて動くしかないんですけど、人間たちに話しても通じないんで、人間の上の生物に話すということですね。で、人間に話したって通じないですね。だから人間よりか、動く人間よりか頭のいい上の生物にね、話して人間の中にいて
安全を保つということが重要なんですね。で、人間に直接話しても全く無能で話聞かないですね。強制的に動かさないといけないんで、その上の生物と全体でね、動かさないといけないんで、非常に大掛かりとなりますね。だから、人間を働かすということはちょっと無理なんですね。大損しちゃいますね。だからそのサンディープリンターでも、その機械を動かして働く仕事をするということが一番重要なんですね。非常の時は人間をうまく全体で力使って強制的に動かせますけど、緊急の時に、ね、怪我した時にね、病院呼んでもらうとかいうのは言ったって動きませんから、強制的に動かさないといけないんですね。だからそういう非常の時ですね。あと、身近なものであるものはね、交換した方がね、得だからということだね。強制的にね、普通の取引をする。だけど向こうは何でも嫌だと言うからね、そういう不合理なことを強制的に動かしてね、やるとか、そういうようなことをですね。で、研究開発はね、人間にはできないから、私が全部やってるわけなんだけど、今あるもので以上でやると危険なんで、自然にできたものですねからやっていくって、全部を私が研究していくことなんですね。ただ人間のためじゃなくて、私のためだけですから、